またも三人は、1929年に発表された、エドガー・ウォーレスによる短編小説集。法律では裁けない悪人を罰するために、死刑予告から殺人までも行う三人組、正義の三人を主人公にした犯罪小説を集めた第二短編集である。もともとは、正義の四人だったが、前作でメリルが欠けた後、四人目を補充せず、三人体制と、 なっている。アメリカ版では収録作は同一だが、順番が、英国版のオリジナルと異なる。誘拐犯英国人、コナーの受験旅こそ我が命、ブラジルから来た、婦人協会で歌った男狙われた小切手、リビングローンの娘、ドレイク氏の秘密判事へ麻薬密売人、スレインの謎第3の偶然タイピストは見た正義の一人、ありがとうございます。